こんにちは、褒めまくりです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。さて、今日は台湾李登輝元台湾総統についてお伝えします。題して、盧峰李登輝元台湾総統死去、97歳民主化に尽力、親日家です。それでは早速行ってみましょう。台湾総統を1988年から12年間務め、台湾の民主化と経済発展に尽くした李登輝氏が30日午後7時24分、日本時間午後8時24分、台北市内の病院で敗血症性ショックと多臓器不全のため死去した。97歳だった。22歳まで日本人だったと公言するほどの親日家として知られ、政財界や学会などの多くの日本人と深い親交があった。日本統治時代1895から1945年の1923年、台湾北部の台北県西畑と現新田市で生まれた。日本語教育を受け、43年には京都帝大現京都大農学部に入学。旧日本陸軍に入隊したが、終戦で台湾に戻り、台湾大農学部を卒業した。68年に、米コーネル大で農業経済学博士号を取得。台湾に戻り、農業経済学の専門家として、台湾大教授などを歴任した。72年、蒋介石の長男で、後に総統を務める蒋経国に見出され、政界入り。84年には副総統となった。88年1月、蒋経国総統の死去に伴い、総統に昇格した。戦前から台湾に居住した人々とその子孫である本省人では初の総統だった。以上です。褒めまくり、ごときが語るのが恐れ多いほど、台湾の偉大なる指導者でした。心より哀悼の意を表したいと思います。実に日本人よりも日本人らしい人でした。そして日本人であり台湾人でした。日本と台湾において決して忘れてはいけない偉大なる人でした。そこで李登輝元台湾総統の語録エピソードを少し皆様の記憶に留めるためにお伝えしようと思います。21歳、1945年まで日本人だった。難しいことは日本語で考える。名古屋の高射砲部隊に陸軍少尉として配属され、終戦を名古屋で迎えた。召集された際、日本人の上官から、お前どこへ行く？何兵になるか？と聞かれ、迷わず、歩兵にしてくださいと言い、加えて、二等兵にしてくださいとまで要求したところ、その上官から、どうして、そんなきついところへ行きたいのかと笑われたという。総統任期中、当初は中台統一に積極的だった。しかし、中国の江沢民政権の文攻武拡、李登輝を批判し、武力をもって威嚇する路線によって台湾海峡ミサイル危機が起きたことで、両岸関係に対する態度を変え、台湾独立を意識した発言を強めていくことになる。欧米のマスコミから中国との関係を問われた際、特殊な国と国の関係、台湾は主権国家だ。総統退任後、形式上ではすでに政界を引退しているものの、独立運動の精神的な指導者と目されるようになる。反党行為を理由に党籍剥奪の処分を受けた。国民党を離れたため、その後は台湾独立派とみられる民進党と関係を深めていく。2003年9月には、もはや中華民国は存在しない。と発言して、台湾独立への意思を鮮明にした。2007年1月には、メディアのインタビューを受けた際、台湾は、すでに独立した国家だから、今更独立する必要はない。民進党は、政治利用に独立を持ち出すのは控えるべきと発言。2012年4月から、生命これ旅と称して台湾各地を視察する旅に出ている。どんな姿であれ、最後は、玉山、旧称、新高山で終わりたいという胸の内を周囲に語っている。
2013年12月、台湾で同性婚を容認する多元なるイエ法案に対し、私はキリスト教徒だ。聖書に何と書かれているか見てみるべきだ。と発言し、反対の立場を表明した。2016年12月には、我々の社会は自由があるだろう。男女は自由だし、どう自由にしても構わないが、家庭が必要なら子供を産むのも必要だという関係だ。家族の継続は十分に維持されなければならず、宗教上、私の立場ではどうしても同意しないと語った。李登輝は、中華人民共和国の政治家を全面否定しているわけではなく、胡錦涛やそのポスト世代の習近平、李克強を、地方で鍛えられた優秀な政治家と高く評価し、日本の政治家を、東京や法律でしか物を考えられない人ばかり、と批判している。中学、高校時代に、鈴木大拙、安倍次郎、倉田百蔵、夏目漱石らの日本の思想家や文学者の本に触れ、日本の思想から影響を受ける。また、日本の古典にも通じており、古事記、源氏物語、枕草子、平家物語などを読む。台湾総督府民政長官を務めた後藤新平を、台湾発展の立役者、として高く評価している。文枝夫人を日本語読みで、文枝と呼ぶこともある。日本の漫画の登場人物のコスプレをするなど、日本のエンターテインメントにも関心を寄せている。靖国神社問題では、2007年5月末から6月初旬にかけて訪日した際、日本外国特派員協会で開かれた記者会見で、靖国問題とは、中国とコリアが作ったおとぎ話だ。と発言した。台湾も領有権を主張する尖閣諸島を、沖縄県に属する日本固有の領土であるとし、2008年9月24日には、訪問先の沖縄で、再び日本領土だと発言。お姉ちゃんが綺麗だからと言って、私の妻だという人間がどこにいるのだ。尖閣諸島周辺は良い漁場で、沖縄の漁民は、かつて、同漁場で獲った魚を、台北に売りに来た。沖縄県当局は、日本が統治していた台湾の台北州に、尖閣諸島周辺の管理を委託していただけ。第二次世界大戦後、沖縄の行政権はアメリカが掌握し、その後、日本に返還された。日本の自衛隊が、この海域の防衛に責任を持つことになったが、台湾の漁民は、尖閣諸島周辺で操業することが習慣になっていたことから問題が発生した。1972年になってから、尖閣諸島は中華民国領と主張したことで問題が発生した。台湾が他人の場所に行って魚が取れただけでも上出来だった。それを自分の戸籍に入れようとはあまりにも幼稚。と台湾が尖閣諸島の領有権を主張していることを皮肉った。文藝春秋のインタビューで李登輝は、前にも言ったように尖閣諸島は日本の領土だ。日本は、道理に合わないことを言う中国に譲歩する必要はないと語った。中国という国は、南京大虐殺のようなホラ話を世界に広め、韓国や中国は、自国の宣伝工作の一環として捏造した歴史を利用する。その最たる例が慰安婦だと発言。2015年、ボイスで、台湾の慰安婦の問題は決着済み、と述べる。2015年8月には、ボイス2015年9月号へ寄稿した中で、70年前まで、日本と台湾は同じ国だった、台湾が日本と戦った抗日という事実もない、当時、我々兄弟は、紛れもなく、日本人として、祖国のために戦ったと発言。2009年12月18日に、台北市内で、交代中の日本の高校生約100人を相手に、日本と台湾の歴史と今後の関係をテーマに講演した。李は講演で、あなたたちの偉大な祖先の功績を知り、誇りに思ってほしい。功に尽くし、忠誠を尽くした偉大な祖先が作り上げてきた日本精神を学び、あなたたちも大切にしてほしい。と述べた。2010年3月24日、
第7回日体文化交流青少年スカラシップの日本側研修団の表敬訪問を受けた。李は学生に対し、日本人は教育と政治の影響で否定的な価値観を持たされ、心理的な鎖国に陥っている。日本の気高い刑事上学的、道徳的価値観と品格を大切にし、自らの歴史を肯定しなさいと述べた。また、日本の台湾統治にも触れ、日本は植民地の形ではあったが、台湾近代化に大きな貢献をしたと述べた。以上です。ここで、全てお伝えできないので、ご興味ある人は、ぜひ、この偉大なる人物を調べてみてください。日本では、皆様も、ご存知の通り、大手マスコミは、中華人民共和国、中国共産党に忖度しています。ですから、日本のマスコミ、特に、テレビは、台湾のことを、話題として伝えることは、たまに、少し、ほんの少しだけありますが、ニュースとして報道することは本当に少ないです。本当に日本のマスコミって異常ですよね。本日は褒めまくりは特に語ることはありません。物思いにふけりたいと思います。それでは今日はこの辺で。また次回お会いしましょう。よろしかったらチャンネル登録お願いしますね。ご視聴ありがとうございました。今後も皆様に楽しんでもらえるような出来事をどんどん取り扱っていこうと思いますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。